宇治山田空襲後の宇治山田市大横町新道地区宇治山田空襲関係地図宇治山田空襲関係地図宇治山田空襲は第二次世界大戦末期1945年にアメリカ軍により行われた三重県宇治山田市への空襲のことである。当時、新都と称され国家的重要都市であった宇治山田を攻撃することで日本人の戦意を低下させる意図があったと言われている。 1>, 1月14日の伊勢神宮、豊け大宮宮への爆弾投下を皮切りに6度の大規模な攻撃を受け、市街地の5割を消失した。島半島は B-29 にとって、潮の岬やお前崎と並んで格好の目標物であったため、B-29 は、島半島の付け根にあたる宇治山田市の上空を頻繁に通過した。宇山田市は概要にもほど近かったため、 関西域の攻撃も受けやすい都市であった。宮後城町の木原文次郎の記録によれば、1944年6月から1945年8月16日までに、警戒警報が501回、空襲警報は99回発令されたという。空襲による死者は101人、負傷者は240人で、4928個が全半傷。 22個が全半壊したとされる。稲本の明ほか、三重県の歴史によれば、この被害の規模は、三重県内で空襲を受けた津市や四日市市、桑名市と比較すると小さかったが、空襲のあった日数はこれらの都市よりも多かった。明治維新以後、政府は、新道国境化を推し進め、伊勢神宮は、日本全国の最高位の神社として位置づけられた。 近代的な交通機関が発達したことと、伊勢神宮が国家主義的傾向と結びついたことにより、三宮客は統計のある1897年以降、1945年まで増加傾向が続いた。宇治山田氏は、新都と称され、日本全国から人や金品が集まるようになった。1933年2月、宇治山田市長は、内閣総理大臣と、 内務大臣宛に、大宮と特別聖地国営計画に関する意見書を提出、旧市街を新都にふさわしい公園、道路、ホテル用地として整備し、移転対象の市民のために郊外に新市街を建設、地下鉄や空港の整備も求めた。これを受け、後期2600年となる1940年に、神宮関係特別都市計画法が制定された。 同法では新市街建設は盛り込まれず、伊勢神宮の旧域拡張と、鉄道や道路の整備のみを行うこととした。太平洋戦争が開戦した後も、1943年の初め頃までは、伊勢神宮は比較的平成が続いていた。ところが、同年4月より、上野党が消され、警戒警報、空襲警報も相次ぎ、三宮社は、 軍隊や町内会の必勝祈願ばかりとなっていった。緊迫した情勢の中でも、神宮では1949年に予定されていた、式年戦宮に向けて粛々と準備を進めていた。下空カグラデン1945年1月14日午後2時53分、宇治山田市にアメリカ軍の B-29 が襲来し、宇治山田市で初めての空爆を行った。これは、 三重県で最初の本格的な空襲であった。この空襲では一人が死亡、16人が負傷した。推定8発の爆弾が投下され、常磐町の連髄山果樹園や岩淵町の西木水峡北に沈めに着弾した。下空へは5箇所6発の爆弾が投下され、五条殿、九条殿、神楽電殿、と機関で被害があった。その被害とは、 軒先とと生寺の破損やいたべの倒壊、屋根に数箇所の穴が開いた程度であり、軽微なものであった。これを、神宮は、真意と捉えた。ところが4時間半後のラジオでの大本営発表では、敵は数発の爆弾を、とゆけ大見わぐう息に投下、と機か二ふたむね、かぐらでんと崩壊せりとされた。大本営発表を受けた翌1月15日の、新聞は、集団。 伊勢の死に行きを汚す、米、鬼築の本性を表すと報道し、1月17日には、大日本言論法国会の主催で、1億、総奮撃大会が、東京都の日比谷公会堂で開かれた。この空襲を受け、大日本帝国陸軍は2月に、宇治山田防空隊を配備した。伊勢神宮の防空と警護のため、672人の独立校舎法、 第5大隊と1648人の伊勢、警備隊を編成し、宇治山田市に配備したのであった。校舎砲がどこに置かれたのかは不明であるが、そのうちの一つである、校舎砲の弾薬庫とされるコンクリート製の戦争遺跡が伊勢市立伊勢津中学校の北側に残る。またこの年の第一次兵備で動員された第153、師団を宇治山田市周辺に置き、 伊勢湾港と神宮を防衛することとなった。第153師団は主力の不評連隊を島半島に不評第441連隊を対岸の愛知県厚見半島に配し、神宮周辺は伊勢警備隊が防衛に当たった。大日本帝国海軍も伊勢湾内への敵艦の侵入を阻止するため菅島、上島沖に嫌い約194個を設置。 第四特攻戦隊を島半島に配備した。こうした手厚い防衛体制が敷かれた神社は日本で唯一であり、いかに伊勢神宮が重視されていたかが伺える。1月28日に関西機が銃撃を行った。2月15日にも和幸木町に爆弾が投下され、浜郷地域や近隣の味噌の村にはエレクトロン焼夷弾が投下された。大和姫宮付近では、 焼夷弾による火災が発生した。この攻撃で死者一人、軽傷者四人が発生した。3月14日には、有志焼夷弾20発、小型爆弾2発が、崎山町の山林に投下されたが、不発であり被害はなかった。4月7日には、和幸木町や縦町に爆弾が投下され、山林や田で火災が起き、無人の家屋が破壊された。 宇治橋前の永島張所などで60枚のガラスが割れた。4月22日午前11時20分の空襲は約40機の P-51 による銃撃であった。P-51 は複数の編隊に分かれて波状攻撃を仕掛け、宇治山田市のみならず、近隣の二見町、小畑町、白田村、北浜村にまで被害が及んだ。 新光電機山田工場で一棟が全焼したほか、住宅一軒、無人家屋一軒、船舶一隻が被害を受け、死者二人、負傷者14人を出した。なお、この時 P-51 の一機が、豊浜村のよりに墜落している。神宮工学館、大学5月14日の空襲では、神宮工学館大学の建物三棟が、全半焼し、 市内の国民学校一棟が消失した。新光電機山田工場は4月22日の後も攻撃対象となり、6月5日と6月15日に被弾している。6月15日の空襲では神社港で火災が発生、近隣の一式町にも着弾、死者14人と伝えられる。6月16日、17日にも連続して爆弾が投下され、続いて25日に、 B-29 数機が爆弾投下26日に宇治山田市先行町に爆弾が投下された。7月に入るとより差し迫った状況となり警戒警報が101回、空襲警報が24回発令された。7月2日には警察が三重県内の各神社に対して炎症や冒徳の恐れのない場所へのご神体の常時保管。 または空襲警報時の位相を通達した。伊勢神宮ではそれ以前から古神体の疎開が計画されており、月空では高倉山古墳付近、内空では西宮の奥に疎開場所が設けられたとされるが、詳細な場所は神宮のごく限られた人のみ知る機密事項であり、神域内であるため戦後も調査できておらず未解明である。 また実際にご身体が疎開されたかどうかも不明である。7月24日には、爆弾投下により、下空外縁で火災が発生している。清野井に岩上社7月27日夜、アメリカ軍は、空襲を予告する電端を、宇治山田市をはじめ、津市愛知県市宮市、岐阜県大垣市、青森県青森市、愛媛県宇和島市に巻いた。7月28日午後11時10分。 空襲警報が発令され、間もなく、島半島南方から約60機の B-29 が飛来し、津市への攻撃に向かった。その後、日付が変わって7月29日午前1時ごろ、山田駅から西側の宇治山田市街地に6ポンド油死傷遺弾を1万、数千発も投下した。アメリカ軍の資料によると、この時 B-29 は93機で、 小遺弾734.6トンの攻撃を仕掛けたとされる。被害は、市街地面積の5割に相当する27,751.3号、平方メートルに及び、全個数の3割に相当する4,517を消失、総人口の35%に相当する22,600人が、理災した。被害を受けた施設は主要なものだけでも、山田駅、 神宮工学館大学、大倉省専売局、山田出張所、三重県渡来地方事務所、三重県立宇治山、田中学校、三重県立宇治山田商業学校、宇治山田市立厚生国民学校、宇治山田市立宮山国民学校、須原大社など、多数あり、特に山田駅、宇治山田中学、厚生国民学校、渡来地方事務所は消失した。 神宮関係施設では、神宮寺町富士工作所、旧内務省神宮関係施設造営所、清市の井庭神社、大間国小神社、神宮町古館が被害を受けた。下空では、西宮のおかき内にも焼夷弾が降り注いだが、五かき内が火に包まれることはなかった。多賀宮では五回が燃えたものの、警備隊が体をこすりつけて消火し、無事であった。後に、 下空ぐ域から搬出された焼夷弾の残骸はトラック3台分にも及んだという。また、下空の別宮である月読み具は周辺の住宅がすべて焼失した中で軍隊による懸命の消火活動とかやぶき上げに突き刺さった焼夷弾が不発だったため、社殿だけが焼け跡に立っているという状態であった。しかし宿営飲食宅は空襲で命を落とし、 宮手のひらが大やけどを負った。内空では40機ほどの変態で、アメリカ軍機が新域に迫り、次第に照準が正確になっていったが、新域に差し掛かったところで、正尉弾は伊豆津川対岸の山に落下し、内空に戦火が及ぶことはなかった。この奇跡により、内空には被害はなく、神職は伊勢神宮のご神威に涙したという。 山と姫軍は、宿営屋が消失したが、本殿は無事であった。七月二十九日の大空襲後も八月一日夜に、B、B-29 二約十五機が、来週、八月十四日にも宮内路町や山田駅、前に、小型爆弾の投下や、機銃奏者が行われた。そして翌八月十五日正午に、玉音放送があり、日本は終戦を迎えた。伊勢神宮では、幹部が、 神宮寺町成長に集まり、おえつを漏らしながら、玉音放送を聞き入ったと伝えられる。深淵に展示されていた、日露戦争の戦利品である大砲などは、軍隊が徹夜で、バーナーで焼き切り、埋められた。戦後初めて行われた、式年戦宮復興を果たした伊勢市街と、月空国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 終戦後、伊勢神宮は国家神道を離れ、宗教法人となった。連合国軍はたびたびジープで宇治橋を渡り、神域に乗り入れようとして、英氏を困らせた。また GHQ から視察が来た際、神宮の面積を縮小されそうになったところ、当時の将宮寺が起点を聞かせ、宇治橋から見渡せる範囲の神域は、自然保護のために必要であると話し、 それが認められたことで、新域は守られた。参宮客は激減し、1947年の月空の参宮者は1940年の10分の1まで落ち込んだ。これは、社会の混乱を反映したものである。また、戦前の伊勢神宮参拝の押し付けに対する反動であるとする、見解や、当時連合国軍の憲兵が宇治橋前で参宮客を捕らえ、 沖縄へ連行するというデマが流布していたことが影響しているという見解もある。1949年に予定されていた式年戦軍は世情に配慮した昭和天皇の意向により延期されることとなったが、宇治橋だけでも新しくしようという意見が高まり、1949年に掛け替えが行われ、四年後の百五十三年には延期された第十九回式年遷宮が、 再考された。以降、式年仙宮の4年前に宇治橋を掛け替えるのが定着した。伊勢神宮では銀行の貸ししぶりもあって新職への報給もままならず、1960年代になっても月給は分割払いの状態が続いた。神宮関係特別都市計画法で規定された事業は選挙区が思わしくなかったため一部で旧域の拡張と 河川改修がなされたのみにとどまり、事業の主体であった内務省と共に廃止された。その後、社会の安定化と経済発展に伴って三宮客は増加し、伊勢神宮は信仰の対象から伊勢島観光の主要目的地の一つへと変貌した。宇治山田市は1955年1月に市名を伊勢市に改めた。市内の旅館は多くが消失し、 復興が遅れたため、景観の優れた二見町や戸橋に宿泊客を奪われ、伊勢市は宿泊地としての性格を失った。さらに伊勢島スカイライン、伊勢道路、近鉄戸場線など交通網の発達も重なって、伊勢市は通貨型の観光都市となり、伊勢島地域の中心都市、商工業都市としての比重を増すこととなった。1972年3月、宿老役員らは、 宇治山田空襲を記録する必要性を訴え、伊勢市の空襲を記録する観光物の発行と平和記念日制定の請願を提出、1975年1月に伊勢市議会で採択された。この請願提出の中心となった山川中蔵は、伊勢市空襲を記録する会を結成、空襲展の開催や空襲の実態や、 体験談をまとめた開放を作成するなどの活動を展開した。その後、空襲展は実行委員会形式で開催されるようになり、伊勢市と伊勢市教育委員会が名を連ねた。1988年には、三重県立伊勢高等学校歴史部が、既存資料や聞き取り調査をもとに、宇治山田市の小伊図を作成し、以後空襲展の中心展示物となった。 戦後50年となる1995年には空襲のあった7月29日に伊勢青年劇場が演劇伊勢大空襲を上演した。ありがとうございます。